はい、どうも皆さんこんにちは、アトラコです。今日はですね、中間さんの方に来ております。中間さんね、はい、数ヶ月ぶりのこちらなんですけども、今回また面白いものをやってくださいとお願いしたところ、だいぶ個性的なお題を言われまして、どんなものができるのかって個人的に結構楽しみにしています。そしてこちら中間さんの方の店主さんがですね、みそきんチャンネルという名前で、動画を始めたらしいので、僕がなんか昔動画を始めた時同じような匂いを感じるんですけども、ぜひよかったら見てみてください。よし、じゃあ早速食べていきましょう。どんなものができるのか僕もまだ分かってないので、お互い同じような気持ちで楽しみにしてみましょう。行ってみましょう。どうぞ。じゃあ、いただきます。普通のお茶碗じゃねえや、普通のやつ。おお、あっち。オリンピックが生んだ素敵な歴史も秘めた美味しい宇都宮名物の黒カレーです。しっかりと有塩バターの方ですね。青春時代の仕事と同じくフランスで修行された宇都宮美子さんです。黒川市の勝利はオリンピックに自由な人生です。このシェフのソースはオリガルチキの絶品。こちらはダンス仕込みのオリガルースソース。中野哲也さんはダンスの絶品を見る場所はあるか。
こにして思いを持つことから変えて、それを今しとくとのままですね、だから高校生が変わってなくて、それはまた青ですよね。ガムーディさんのこのメダル空腹は、スキージャイトの初の発表です。今も元気です。とっても元気のようです。有名人なのも当然なのか、ガムーディさん、東京とは君に全国3大会で計4個のメダルを獲得し、アフリカの長距離ランナーの偉大なパイオニアの一人となった。当時チュニジアの国には選択はない、大会が勝利がなくとガムーディさんの支援で順に作られたそうです。特にサバンナの中にたまたまチュニジアの墓の写真があるのです。それを見てたら皆さん食堂は本当に素晴らしい、困ることは何もなかった、おいしい食べ物は無料で何でもあった、運営も本当に魅力で最高でした。日本人の人たちの関わり方も素晴らしいです。思い出しますよ、フェイスブラで魚も大好きです。日本の魚をまだ食べに来てくださいさん、さいよい声を食べられるように全部一緒に しかし、競技によっては残念な思いをされたり、今日のような食べて何かを言うとなるときに知られたらと1944年の驚くべき選手から体験、それを現れた方々の手によって日本のスポーツ界も洋食界も素晴らしい飛躍を遂げてきました。今年のパリ選手会の村長を務められるのは、東京オリンピックでも自らゴールを決め、サッカー界の飛躍を長年推し進められてきたこの方です。これは、人の時を思う GT 環境問題、早すぎる時間を続けずに、どんな感じに思いしたフィジカルの技術を融合させて世界をよりよく変えていく、未来に作る技術を持っている、あるものはありません、家族を持っている、一人の時間でみんなの心を心から持つ、いや、逆に人を変えたときに、人なんです。あくまで人が主役だと思う。私はこだわり。何をしてて私は。でも、これから暮らしたときに。私たちは、何をしてくれるって言って、あの、ありがとうございます。
重たいですね。醤油、醤油。
ごちそうさまでした。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。